皆さんこんここにちは日本語のの先生りうです今日はリクエストがあったのでそのリクエストに答えてみたいと思います。COP26 について地球温暖化について今日はたくさんニュースで出てくる言葉地球温暖化について出てくる言葉を使って話していきます。多分難しい。私自身もうまく話せる自信がありませんがチャレンジしてみたいと思います。 先月イギリスでイギリスのスコットランドのグラスゴーで気候について地球温暖化について話し合う国連の会議 COP26 がありました COP26 っていうのは日本語ではですね、まあ、もうとても難しい長い言葉なんですけれども「国連気候変動枠組み条約締約国会議」。 だそうです。長い会議名、それを短くして COP26。はい。え、11月に終わった時に、まあ結果としては、世界の平均の気温が上がるのを1.5度までにしようとみんなで決めたそうですね。うん。世界の新しい目標が1.5度。まあ前回の会議よりも。 まあ前向きでねあの目標が高くなった進歩したと言われているけれどもじゃあ実際これをするにはどうやったらいいのっていう話ですよねまあコップトゥエンティシックスについては皆さん多分 N H K ニュースイージーの記事が一番わかりやすかったかなと思うんですぜひそれを見てほしいんだけれどもじゃあ実際に普通の人私たち 一般人は何をしたらいいの地球温暖化っていうのは本当に日々進んでいますよね。はい、皆さんご存知のように私たちが住んでいる地球はもうボロボロです。平均気温がどん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 高くなっている。うん、あの例えば日本ね、まあ、私の母の感じていること。昔々、母が子供の時、夏 今の夏ほど暑くなかったったて言うんで,す、ね、でも今は毎年毎年どんどん熱帯化してるトロピカル化してる日本の夏もどん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 暑くなっているこれはもしかしたら地球温暖化のせいかもしれないし 世界中でいろいろな水害や洪水や、ね、自然災害が増えているのも地球温暖化が原因かもしれません。そしてどうして地球温暖化が起きるんですかそれは大気中に CO2 二酸化炭素などの温室効果ガスが増えてきたからですよね。つまり私たちはこの温室効果ガスを減らさないといけないんです。 まあそういう話し合いが COP22 の中ではたくさんされました、まあ、二酸化炭素っていうのは皆さんご存知のように化石石石燃燃料、石炭、石油、天然ガスなどを燃やすす。と生まれまれだからこういうものを使わないようにしなきゃいけないんだよねっていう話。じゃあ話を元に戻して私たちはどうすればいいのかっていうことですね。 考えましたまあ当たり前のことかもしれないけれども私が今気をつけていることは使わない部屋誰もいない部屋の電気は消しますそしてテレビなど電気製品の電源のつけっぱなしはやめています本当に本当これはよく気をつけていますただね今私が住んでいる北アイルランドはもう冬で朝起きた時には暗い 夕方4時ぐらいもう暗い電気が必要ねライトをつける時間が長くなっています、うん、まあでもこれは仕方がない仕方がないけれども誰もいない部屋使っていない部屋の電気は消すようにしていますえそしてヒーティングとかエアコンですよねなるべく使わない で、エアコンを使った場合、まあ、ベルファストの私の家にはエアコンがないんですけれども、皆さんエアコンを使っているならばね、設定温度を少し上げましょうっていう話ですね。うんね。冷えすぎるのは体にも良くないし、環境にも良くないから、設定温度を少し上げるね。そういうことはできるかもしれません。そして、皆さん、車ですよ、車。 まあ田舎に住んでいてね公共の交通機関がないところに住んでいる人は車を使わなきゃいけないかもしれないでもできるだけ電車やバスを使いませんかこれは実は私やっています私は車を持っていないペーパードライバーなんですね運転免許があるけれども車を持っていません出かける時には バスを使います。もちろん旦那さんは車を使います。スーパーに行くときには車で行きますけれども、私の家には車が1台しかありませんえ。実はね、私の旦那さんの車は少し古くなってきて、いや、だいぶ古くなってきて、あと2、3年で買い替えの時期なんですね。えこないだね、まあ、冗談なのか本気なのか、私たちは次車を買えるときには電気自動車にしようか、 っていう話をしたんです。ただね、問題があるんですよ。えー、北アイルランドにはベルファストには電気自動車の、えー、バッテリーを充電できるステーションの数が少ないんですね。さらに先月まあ BBC のニュースの記事で読んだんだけれども、今年まあ来年かな予算予算がつかなくってこの電気自動車のバッテリーを充電するステーションを増やそう。 増やすための予算がつかなかった予算をゲットできなかっただからステーションの数が増えないというような記事を読んだんですねこれって私はがっかりしましたこういうことが 整っていいかないと人々は電気自動車を買わないと思うんですよねそういう意味で北アイルランドはとても遅れているなと思ったしちょうどその記事を読んだのはさっきの COP26 が行われている時で世界では、ね、一生懸命温室効果ガスの排出量を少なくしようと話している時に、ね、あの私が住んでいる地域では 電気自動車をサポートしない。<laughs> バッテリーを充電できるステーションを増やさない増やせないお金がない <laughs> なんかとても反対のことですね COP26 で話し合われていることと反対のことだなと思ってちょっとがっかりしたんですえでも私たち夫婦は少し興味があります電気自動車。 うんえー、そして皆さん買い物に行く時にはマイバッグですよねプラスチックバッグで大量のゴミこの大量のゴミを処理するには、ね、あの燃やさないといけないからその燃やした時に温室効果ガスが出るわけですよねですから自分のマイバッグが必要プラスチックを減らさなきゃいけない。 なのでもやっていない人も多いのかもしれませんそして私,一人私たち一人一人はめっちゃ頑張っているけどでも国としてやっぱりもっともっと厳しく今までのやり方を本当に変えていかないともしかしたらこの地球温暖化は防げないのかなって。 って思うんですよね、えー、人々は意外と批判批判じゃないごめんなさい悲観的将来のことに関して悲観的本当にこの地球温暖化は止められるのかななんて思っている人が多いかもしれませんなので COP26 で出てきた結果ですよねこうしようって話し合われた結果がね形だけだ全然変わってない。 もっともっと厳しく国としてやっていかなきゃいけないのにと思っている人もたくさんいるようです。皆さんんはどんなことを個人レベルでやっれはまあ本当に小さなことかもしれないけれども緑を増やす、ね、自分の家でも緑を植える、ね、植物を増やす。 まあ小さな努力だけれども私たち個人レベルではこういうことしかできないかもしれません。だからだから、ね、あの国が頑張らなきゃいけない国がもっともっと世界の人たちと協力してやっていかなきゃ地球温暖化は止められないのかもしれませんね。えーまあ、今日ははこここここままででででですす私が話せることはここまでですでもぜひ NHK ニューーースイージーの記事 コップ206の記事を読んでみてください。いろいろ読んでみましたけど、多分 NHK ニュースイージーの記事が一番わかりやすかったかなと思います。はい、今日はここまで。